それではこれから石丸家緊急会議を行う。僕の名前は石丸陸斗、7歳。この日、僕とパパとママの3人で緊急会議が行われた。その内容は、今の状態はとても由々しき問題だ。会社は赤字続きで火の車。どうすればこの危機を逃れられるのか。パパが経営する会社がピンチだということだ。そんなこと僕には難しくて分かんないよ。ねえ、私分かったかも。オフィスの風水が悪いんじゃないかしら。そうだな、今度風水師に見てもらおうか。そうね、あと一応陰陽師の方にも。僕にはちんぷんかんぷんだったけど、二人の言うことはなんだか的外れなような気がしていた。そういえばこの会社が初めて赤字になったのは7年前だったな。それってリクトが生まれた年じゃない。僕急に僕の話題になってびっくりだけど、もっと驚くことを二人は言い出したんだ。リクトが生まれたことで何か運気が変わったのかしら。奇妙な一致だ。ちょっと調べてみよう。そう言って二人は何やら調べ出すと、あったわ、これが赤字の理由よ。ママが見せてきた画面にはデカデカと運気は目つきからとあったんだ。何何、目つきが悪いと運気が下がるだと。確かにリクトの目つきは悪いな。僕が原因なの？ということはリクトの目つきを直せば会社の運気も上がるってことだな。リクト、ちょっと目つきを良くするように意識してみなさい。無理だよ、あんまりにも無茶なことを言ってくるパパとママに僕は何て言っていいかわからなかった。数日後、リクト、そっち行ったぞ。僕は少年野球のチームに入っている。最近は練習の合間に、リクト何やってんだよ。目つきが悪いから直せってパパとママが、目つきが良くなるように目を動かしたり顔のマッサージをしているんだ。そんなんで目つきなんて良くなるもんじゃないだろう。そうだよね、正直僕もそう思っている。だけどパパたちが大真面目に言っているから僕は必死にならなくちゃいけなかったんだ。ただいま。おかえり、リクト。どう？乗った？何が？目つきよ、目つき。言われた通りにマッサージしたりしてるけど治らないよ。最近毎日こんなことを言われているが、数日のマッサージで目つきが変わるはずがない。それを必死に伝えようとしたら、それじゃあ仕方ないからじいさんのところに行ってもらうか。それしかないわね。おじいちゃん？突然おじいちゃんの話が出てきて驚いた。だっておじいちゃんとは僕がまだ小さい時にしか会ったことがなかったから。なんでおじいちゃんのところに？さ、善は急げだ、支度しなさい。そうね、さあ行くと準備するわよ。そんな急だよ。じゃこの地図の通りに行くんだぞ。元気でね。どうやらこれから僕は一人でよく知らないおじいちゃんのところに行かなくてはいけないらしい。ちゃんと行くんだぞ。そんなこんな感じで僕は不安な気持ちのまま家を出ることになったんだ。こんな地図で本当にたどり着けるの？渡された地図はとても適当で不安しかない。おじいちゃんの家は田舎にあって電車を乗り継いで行かないといけないんだ。僕は道中何度も迷って、あれ、こっちかな、絶対にここじゃないよ。どんどん不安が大きくなっていた。このままじゃ絶対にたどり着けないよ、どうしよう。気づけば僕はボロボロになりながら必死におじいちゃんの家を目指していたんだ。そしてようやく、ここかな、それらしき家にたどり着いた。だけど僕は正直不安な気持ちでいっぱいだ。おじいちゃんは本当に僕を受け入れてくれるんだろうか。でも他に選択肢はないよね。はいはい、こんな遅くに誰だ。こんばんは。お前はリクトか。はい、リクトです。おじいちゃん、僕を覚えていてくれたんだ。とりあえず上がってくれ。どうしてこんな遠くまで一人で来たんだ。それは、僕はこうなったきっかけから今までのことを全部おじいちゃんに話した。目つきが悪いのを直せないからおじいちゃんのところへ行けって。するとおじいちゃんは、なんだと、俺はそんな話は一切聞いておらんぞ。とっても怒っていた。ごめんなさい、突然来ちゃって。違うんだ、リクト、お前に腹を立てているんじゃない。お前の父親と母親に腹を立てているんだ。大丈夫だ、リクト、お前の世話は俺が見る、だから安心しろ。ありがとうおじいちゃん。こうして僕はおじいちゃんとの生活が始まったんだ。腰が大事なんだ、ミートするときに腰を。はい。それから僕はおじいちゃんに野球を教わっている。実はおじいちゃんは元プロ野球選手だったんだって。おじいちゃんがホームラン王になったことがあるなんて知らなかったよ。昔の話だけどな。そんな人から野球を教えてもらえるなんて嬉しいな。そうかそうか、
お前の父親は小さい頃からわがままでな。おじいちゃんはパパのことも教えてくれた。おじいちゃんがプロ野球選手として大金を稼いだせいで、パパは甘やかされて育ったんだって。大人になって俺の金でビジネスを始めて、最初はうまくいっていたんだが、それは俺の金があったからなんとかやっていただけで、あいつには商売の才能がなかったんだ。その話を聞いて僕は妙に納得してしまった。パパが社長として一度は成功した理由がずっとわからなかったから。それを自分の子供のせいにするなんて言語道断だ。だからリクト、お前はもうあんな奴に構わなくていいからな。ずっとここにいなさい。うん、ありがとうおじいちゃん。こうして僕はおじいちゃんに育てられることになったんだ。それから15年後。うわ、すっげー打球だ。これはプロでも間違いなく活躍するだろう。22歳になった俺は大学野球で活躍していた。よし、いいぞリクト。じいちゃんに教わったスイングで大学通算ホームラン記録を塗り替え、今度のドラフトでプロ入り間違いなしと言われている。一方その頃。なあ、お茶くれないか。お茶なんてもったいない、水でいいでしょ。そうだな。私たちは今とても貧乏生活をしていた。常にギリギリで生きていたんだけど。家賃滞納、今月で半年だぞ。いい加減出て行ってくれないか。そんな、ついには住む場所を失うことにすらなってしまったの。なぜこんなことになってしまったか。実は15年前のあの時、リクトが出て行ってから本当に会社の業績は一時回復した。いや、てめえの原因が分かってよかったよ。そうね、しかし。みんな安心してくれ、今まで業績が悪かった理由が判明したんだ。夫は会社の朝礼で息子の目つきの話をしたの。すると。はあ、目つきが悪い子がいなくなって運気が上がっただと？本気で言っているのか？何も分かってない社長をカバーするために俺たちが汗水垂らして頑張ってきた結果なのに。なぜか物わかりの悪い社員たちが怒り出したの。くそ、社員たちがライバル会社に流れていってしまった。どんどん社員たちは辞めていき、会社は立ち行かなくなってしまった。それなら新しいことを始めたらどうかしら。そうだな、それがいい。しかし新規事業はことごとく失敗。資金が底をついたぞ。そんな。なのでリクトを預けている岐阜に金銭的援助を求めて連絡したのだけど。なあ親父、ちょっといろいろ失敗したから金を貸してほしくて。お前の考えが甘いだけだ。ちゃんと自分のしたことに責任を持て。俺は知らん。全く相手にされなかったの。こうして私たちは全てを失って今に至る。俺たちはどこで寝ればいいんだ。ご飯だってどうすれば。ふらふらあてもなく街をさまよっていると。しかしリクト選手、本当にすごかったな。あれは間違いなくプロに行くぞ。リクト？ずいぶん懐かしい名前を聞いたの。リクトってまさかあのリクトのこと。私たちは急いで近くのネットカフェに入り、投げなしのお金を払ってパソコンで調べてみる。プロ大注目、今期の注目選手、石丸リクト。見つけた。こうして私たちは人生逆転の道筋を発見したの。1ヶ月後、この日は運命のドラフト会議当日。ここで指名をされたら無事プロ入りを果たすことができる。じいちゃん、俺指名されるかな。リクトなら大丈夫だ。第一巡選択希望選手、ひばりマッスルズ、石丸リクト、内野手、四ツ方大学。よくやった、ドラフト1位で指名されたぞ。やったやったよじいちゃん。俺は見事ドラフト1位で指名を受け、人気球団ひばりマッスルズに入団することが決まったんだ。見事1位指名、プロ入り決定ですね。ありがとうございます、嬉しいです。幼い頃から僕に野球の全てを教えてくれたのはここにいる祖父です。二人で頑張ってきました、感謝してもしたりないです。リクト、ひばりマッスルズへようこそ、頑張ってくれよ。はい、ありがとうございます。これからプロ野球選手としての人生が始まる。そんな期待に胸を膨らませていた時。さすがリクトね。よくやったな。え、もしかして父さんと母さん。お前たち。突然会場に7歳の時以来会っていなかった父と母が現れたのだ。リクト選手のご両親ですか。おじい様と二人暮らしだったのでは。私たちはリクトの両親です。プロになるということでお祝いに来ました。やってくれると思ってたんですよ。突然やってきて白々しいことを言っている二人。先ほどおじい様と二人で頑張ってきたとおっしゃっていましたが、お恥ずかしながら私たちの経営する会社を立て直すため泣く泣くリクトを祖父に預けたんです。本当に辛かった。二人は報道陣の前で分かりやすく涙を流していた。ふざけるな。あの時俺がどんな気持ちだったか分かっているのか。やっとのことでじいちゃんの家にたどり着いた。あの日のことを思い出し
俺は思わず声を荒げた。今さらやってきて何の用なの。俺は二人に会いたいなんてこれっぽっちも思っていないんだけど。俺が15年分の怒りをぶつけると、本当にごめんね、リクト。あれから私たちあなたのことをずっと追いかけていたのよ。密かに試合を見に行ったり、片時も忘れたことはなかったんだ。二人は塩らしく謝ってきた。なんて、ドラフト1位の契約金は1億円にもなる。ここは絶対に逃がすわけにはいかないんだ。そうなんですね、涙なしでは語れない事情があったというところでしょうか。はい、それはもう報道陣も二人のペースに流され、まるで感動の再会を果たした親子のような雰囲気になっていた時、ほう、リクトの活躍を見届けていたならリクトのことをよく分かっているはずだよな。じいちゃんが二人に詰め寄った。そりゃあもちろん。それならリクトは高校時代どのポジションだったか答えてみろ。ディフェンダー。バカ、それはサッカーだ。ピッチャーだろ。サードだよ。サード中学時代と間違えちゃったかな。じゃあ第2問、今在籍している大学名、打ったホームランは何本だ。大学名はちょっと忘れちゃったけど、強そうなところよね。ホームランの数は80本くらいか。それしか打ってないの？3万本くらいじゃない。そんなに試合があるわけないだろ。全く分かってないじゃん。あまりにもトンチンカンな答えを繰り出す2人、これには会場にいた誰もが冷め切った目をして見ている。結局2人は俺の契約金をたかりに来たということはよく分かった。俺がどうしようか考えていると、口から出まかせを言ってるのは最初から分かっていた。どうもすみません、お見苦しいところをお見せしてしまって、そしてこんな息子を育ててしまい申し訳ない。じいちゃんはカメラに向かって深々と頭を下げたんだ。じいちゃん、私は自分の息子は育て方を失敗したが、孫は立派に育ってくれて本当に嬉しいです。リクト、ありがとう。じいちゃん、俺の方こそありがとう。じいちゃんがうまいことこの場をまとめてくれたものの、いやー、本当リクト選手はおじいさんに育てられてよかったぜ。そうだな。この様子は大々的に全国に放送されている。放送事故もいいところなので、あなたたちは出て行ってください。おい、本当にリクトは俺たちの子なんだよ。リクト助けて。二人は警備員によって追い出されたんだ。本当情けない。その後、誰か助けてくれ。もう嫌、こんな生活耐えられないわ。両親はどこかで細々と暮らしていると思うけど、もう俺には全く関係のない人たちだ。いいぞリクト。俺は1年目から1軍のレギュラー入りを果たし、ホームランを量産中。じいちゃんの教えを生かしてスター選手になってみせるんだ。今日も見てくれてありがとう。